ご視聴いただきありがとうございます。速報、鎌田大地さん、ガラタサライ移籍が大筋合意。この結果に対してネット上では様々な意見が飛び交っています。そこで今回はアーシと一緒に、速報、鎌田大地さん、ガラタサライ移籍が大筋合意。この件に関するネットや海外の反応を見ていきましょう。このチャンネルではアーシと一緒に日本や海外のサッカーに対する情報やネットや海外の反応を一緒に見てもらうチャンネルになってるから、よければチャンネル登録していってね。ガラタサライが鎌田大地の獲得で大筋合意に至ったようだ。トルコ、ファナティックが伝えている。昨夏にフランクフルトを退団してフリートランスファーでラツィオに加入した鎌田、王者ナポリ戦で移籍後初ゴールを挙げたりと新天地で好スタートを切った同選手だが、シーズンが進むにつれて序列を下げており、公式戦22試合に出場するものの、リーグ戦での先発出場は8試合にとどまり、現在直近の公式戦2試合で出番のない状況だ。そんな現状を受け、本当の移籍市場で鎌田の去就には注目が集まっていた。ファナティックが18日に伝えたところによると、ガラタサライが補強リストの最上位に位置する鎌田の獲得で大筋合意に達した模様。ラツィオとは買取オプションの付帯する期限付き移籍で交渉を進めており、金額の支払い時期に関する詳細を詰める段階であると伝えられている。また同メディアは鎌田について、ストライカーの後方だけではなく8番のポジションでもプレーできる日本のスター選手は指揮官の王冠ブルクがスカットに加えることを強く望んでいるとも伝えた。今シーズンリーグ連覇を目指すガラタサライだが、ここまで首位を走る宿敵フェネルバフチェと勝ち点2差の2、10番のポジションではドリース・メルテンスがプレーしているが、現在36歳と毎試合で高水準のプレーを継続することが難しくなりつつあり、シーズン終了後に契約満了を迎えることから、クラブはこのポジションでプレーできる選手の獲得を目指している。ネット民の声、鎌田サライ来たか、ヨーロッパリーグの英雄がなぜこんなことに。トルコは拾ってくれるからありがたいわ。フランクフルトにいればよかったんじゃ。まあ結果論だけどそう思っちゃうよね。客キムミンジェジェンおめでとう。リーグで言えば確かにそうやな。もう年金リーグみたいなとこ行くんかい。素直に望まれてるところに行くのが一番だわ。まず出場機会を得るのが重要。イタリアより難しいだろ。長友香川で何を学んだんだよ。メルテンスの後釜にが重い気がするが、落ちぶれるんの早すぎんだろ。トルコだったらまだブンデス戻った方がマシ。ガラタサライでもはぶられる予感。なんでラツィオなんか行ったんだ。素人の俺でも首をかしげたもんよ。最低でも CL、フランクフルトにいればよかったのにな。長谷部がお前にはフランクフルトが一番みたいに言ってたのに、ドルトムンとかフランクフルトの二択だったのにな。ドイツに戻れるなら戻るべき。なんか着実に中島コースを辿ってないか。ここまで急激に落ちぶれるの日本代表初じゃね。イタリアからトルコか。やめとけかまだ。また会わんよ。はよ帰ってきて。トルコでも恥ぐらいに存在感ずば抜けてれば代表呼ばれんるかな。中盤豊富だしそれでもわかんねえな。セルティックでも呼ばれるんだからガラタサライでも代表には呼ばれるだろ。そして CL 出場チームだし、同じポジションに久保ソシエダと南のモナコがいるから枠ないよ。ボランチなら遠藤と森田の控えでワンチャンあるけど、鎌田好きだからこっから盛り返してほしいわ。今回紹介した記事や引用した内容については、概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。